今日日曜日の午後、ダンテフォーラムにご参加いただきまして、心から御礼申し上げます。先ほど打ち合わせをしておりまして、簡単に今日のテーマのテーマとその位置づけについてお話しさせていただきます。2004年日本経済新聞社がイタリア政府と協力いたしまして、芸術都市の誕生展というを開催いたしました。京都と東京において、そしてその成果を芸術都市のその折に、森永エンゼル財団も協賛いたしまして、ダンテフォーラムでフィレンツェの魅力、京都の魅力を比較しながらダンテフォーラムを開催いたしました。そこで京都はもっともっとフィレンツェの芸術都市づくりに学ぶべきだと、そういう提案をいたしました。次に私たちは芸術都市の誕生ということで、イタリア文化会館で何度かフォーラム勉強会を開催してまいりました。今日お集まりの皆様もにも多数参加していただきました。で、その時問題提起されて、た問題点は、芸術都市づくりというのは経済、先ほどご挨拶にもありましたけれども、経済の論理で芸術都市を作るものではなくて、経済の論理ですと非常に短期的に効率的に能率的に生産性の高いということで、芸術的視点が欠落してまいります。それは今日の日本の建築に非常に現れていると思います。フィレンツェの芸術都市は13世紀から、いやそれよりも前の中世からと壁村先生は捉えられておりますけれども、本当に長い年月をかけて芸術都市を作り上げてきたと。その最初のシナリオとマニフェストを作り上げた、方向付けをされた方がダンテと今日テーマになっております、ジョット。そしてそのシナリオとマニフェストがを引き継ぐ人たちが現れ、さらにそれを見直す人が現れて、今日までその芸術都市づくりというのは続いているわけです。そういう視点を今日皆様にお話しさせていただいて、それが世界遺産の内実であり、それはもうまさにユネスコが携わっている異文化異文明を通じて相互理解を深め、地球市民地球社会の平和に参画すると、そういう世界遺産政策を日本の関係者にもぜひ学んでいただきたいと思っております。今日芸術都市の経営を1回目として何度かこれを続けさせていただいて、また私たちのレポートとして1冊目は PHP から芸術都市の創造で出版されております。今年芸術都市の創造ということで2冊目がを出版しております。そして次に
芸術都市の経営という視点で3部作でこの問題をまとめたいと思っております。皆様の中には芸術都市と経営っていうのは馴染まない概念ではないかと、そう思われる方もあろうかと思います。しかしマネジメントというその経営という概念は何も経済の利益を追求する企業経営の方法としてだけではなくて、芸術都市をどういうふうに作っていくのかという非常に長長期にわたる政策、それを経営として捉えてみると、そこに私たちが今世界遺産非常に関心の的になっておりますけれども、ただ単に観光の手段としてではなくって、人々の幸福の追求するかけがえのない環境づくりということで、私たちはこれからしばらくこのテーマを取り上げてまいりたいと思っておりますので、今日は川山先生には歴史家の視点、川山先生は本当に幅広い視点からイタリアルネッサンス、フィレンツェルネッサンスを捉えられてきました。それから田中先生は美術芸術の視点から捉えておられて、そして日本とイタリアを比較しながら日本はそこから何を学ぶべきかということをずっとこのダンテフォーラムでお話ししていただいてまいりました。そしてそれをまとめて松田の方はエンゼル財団の立場からこれをどのように出版物にまとめ上げるかということで参画してまいりました。そういうことで今日芸術都市の経営の1回目でございます。何卒長時間にわたりますけれども、お聞きいただいて、そしてまた引き続き参加していただければと願っております。ありがとうございます。ありがとうございました。